大場和也は JRA、美穂トレーニングセンターに所属する機種。機種免許は、平地競争、障害競争療法の免許を所持している。1998年、JRA 競馬学校騎士課程に、第17期生として入学、2001年に騎士免許を取得し、島田準級者所属機種としてデビュー。同期には、川島晋司、小坂正、石上小木一、 平沢賢治、美野島康則らがいる。デビュー1年目こそ、未勝利に終わるも2002年から2004年にかけ、勝利数を2桁に伸ばし、2003年には、平地、障害双方の重賞起場も記録。曲芸のような、華麗な印月に定評がある。天高く、ムチを上げ、振り下ろす、ユキリスタイルの豪腕。重賞初起場となった2003年中山、ンバステークス。 14番人気、天ウェイウィングでの2着などをはじめ、たびたび人気薄の馬を馬券圏内に持ち込むことが多く、ファンやマスコミから穴男、穴の大場として認知され、ファンから質問に対し自身のブログにて、自信はなかったが、穴を開けた時は何かしら、構想の要因があるとコメントを残している。誠実な性格で、無料クーポンの使い方をめぐって、 お店に急に通い始めたり、逆に急に行かなくなったり、皆さんもあるかと思いますが、きっかけって本当に些細なことだったり、人それぞれですよね。と脱常連になることをほのめかすなど、人心を欠いた対応には、厳しい反応も見せる。好物はラーメンで、自身のブログに写真や味の評価を載せている。高想時、SNS 界隈では、 往年のアイデアマンブリが忘れられない競馬ファンのほか、ラーメン関係者からの祝辞も寄せられるなど、実績に比して潜在的なファンの多い機種でもある。ありがとうございます。